さて、振り返る8期は、ラジオ事業の拡大補強にインターネットなどを大いに活用した1年でした。昨年12月にホームページをリニューアルし、読谷村のポータルサイトを目指し稼働を始めました。新しい画面は通常のラジオ放送番組の映像に加え、イベントなどを生放送する UTV 画面が加えられ、放送アーカイブスもバナーをチャンネル化し、目的別に選択できるようにしました。また今後の展開を踏まえ、ショッピングサイトや視聴者投稿チャンネルも整えております。映像事業は今年4月に移設しました読谷村地域振興センターにおいて専用のテレビスタジオを設け、本格的な事業となりました。開設に合わせ夕刊 TV という新番組をスタートしており、読谷地域などの情報を迅速に伝える役割を位置づけております。当日取材した映像をその日のうちに編集し、夕方6時に30分の生放送、しかもラジオ同時放送というハードルの高い番組に日々挑戦しております。その取材力や編集力は今後の映像事業の糧になることを確信します。6月からスタートしました読谷村ふるさと納税寄付者返礼品事業の委託を弊社が受け、現在事業進行中であります。この事業はラクセスイノベーションと業務提携を行うことで、事業の効率化と双方の経営メリットを高めることを可能にしました。弊社としては契約しているスポンサー各社との新たな販売契約で相互の信頼がより強固になり、今後のビジネス展開に大いに期待できる事業の柱としていきたいと思います。